はい、やってきました、久しぶりのオールスターバトルですね。こちら対戦リクエストマッチ、こちらを今回やっていこうと思います。今回のお相手はのぶまるさんですね。前回とか前々回とか普通にディアボロを使ってた方ですが、今回は、ジョルの、馬王、そして、ホモナレフならぬ、ポルナレフですね。はい、その3キャラクターしか絶対に使わないっていう風に断言してましたので、これはまあ一応、まあ信用してみましょうか。はい。まあ別に、野場さんを信用してないっていうわけじゃないですけどね。はい。とりあえず、まあその3キャラクターしか使わないということなので、まあディアブロはなんか、なんだろう、封印したみたいな、なことを言ってましたね。どういう理由で封印したのかっていうのは分かんないですけどね。はい。とりあえず、ポルナレフですね。1戦目いきましょう。そうなんですよね。ポルナレフは一番最初に、キング・クリムゾンの犠牲になったキャラクターですね。なんだこのミス。技とか。よし、はい、一試合の一本目ですね。はい、取りました。はい、おー、これは結構見たことがある。こうなれば、まあ、定番なんですかね。コンボかな。はい、OK、1試合目取りましたね。はい、ホモナレフさんならぬ、ポールナレフさんですね。どうでしょう、結構コンボがまあ、なんか、ケイオンさんになんか、かなり、鍛えてもらったっていう話は聞いたんですよね。まあ、ケイオンさんはいろいろキャラ使いますから、まあ、かなりケイオンさんに習ったんなら、まあね、かなり上達したくないかなっては思うんですけど。時間を消し去って飛び越えさせた。ああ、ありましたね、あのめくり。はい、とりあえずあれめくり、あれ警戒しましょうかね。はい、あれ警戒した方がいいですね。
おっと、投げが出てない。おっと何が何かぶっぱされたのは分かったけど、なんか今のなんか断末魔かな、ディアボロみたいな感じじゃなかったですか、なんかなんか声似てるのかな、フォートナイトとディアボロ。ちょっと今自分がなんか死んだのかと思った。はい、キャラクターチェンジですね。はい、3試合目ですね。はい、3試合目はとりあえずジョルノとバオーとポロナイフしか使わないということなんで、このどれかが来るということですね。はい、はい、バオーですね。はい、3試合目バオー。バオーはまあなんかこの 2P 側限定のなんかこうコンボがやっぱ強いみたいですね。だから逆に言えばこっち僕が 2P 側取っちゃったらそのコンボはできないっていうわけですよね。はい、これはちょっと狙い目かな。まあちょっととりあえず見てみましょう。はい、3試合目。3試合の1本目、バオを取りましたね。投げが入ってしまう。お？おっと。なぜか投げが。さあコンボが来るのか。おお。こんなコンボでしたっけ、そういえば。あ？攻撃が出てないぞ。とりあえず 3試合目の2本目ですね。はい、3試合目ですね、取りましたね。まあちょっと自分もちょっとなまってる、なんかエキタフなんかおかしいな。エキタフ、発動直後にちょっと無敵時間、そこにちょっとね打撃を刺してるんですが、なんか投げられたりしましたね。なんかおかしい、タイミングずれるのかな。というわけでまあ4試合目いきましょう。
1本目、いいですね、取れましたね。なんか失敗が多いな。時間を消し去って飛び越えさせた。褒めてやる。時は再び。時は再び。はい、4試合目取れましたね。はい、バオ。どうなんだろう。なんかどっちかっていうと僕がちょっとステコンの精度が落ちてんなっていう感じがあるんですが、とりあえずバオ、どうなんでしょうね。はい、キャラクター選択、2試合ずつキャラ変える感じかな。はい、OK で、次は順番的にジョルノ。ジョルノですか。はい。5試合目ですね。はい。行きましょう。ジョルノはもう、帝王としては、ディアボロとしてはね、許してはならない相手なんで、まあ、ガチで行かしてもらおうかな。なんてね。まあ、前線できるように頑張ります。はい。運命はこの俺を頂点に選んでくれたのだ。生き残るのはこの世の真実だけだ。さあ、ノーマルレクイエムっていうのがね、なんか見せてもらえるらしいんで、今回ね、レクイエムについになれるのかーっていう感じですね。はい、5試合目の1本目、ノブマルレクエンはいつ見えるのかな。私をもう一度よく考えろ。この世で矢を持つに。おほほほほほほ。あれリハーサルで、そういえばそうでしたね。あ、スーパーアーマーかあれ。スーパーアーマーか、忘れてたな。さあ、ゲージが増えて。さあ、これで、はい、ノーマルレクイエムは一応見れましたね。見れましたが、もう向こうはゲージゼロの状態ですね。はい、というわけでもう勝ちたかな。いや、スーパーアーマーがついてるっていうの忘れてましたね。ちょっと
ようと時間を消し去って飛び越えさせた。褒めてやる。5試合目ですね。5試合目ジョルノ一応、ノーマルレクイムをお見せしますぜというふうに言ってたので、一応レクイムは見れましたね。自分の誤算がありましたが、あれスーパーアーマーがついてたんですね。あそこでまあ普通に投げを入れておけば普通に阻止できましたね。うん、はい、6試合目ですね。6試合目の1本目パーフェクト。おっと、なんだ、なんか刺さってるね。当て身からの、当て身からのレクイエムは阻止できたはず。おっと、できない。マジか。阻止できなかったっけ。当て身からの。あれ、端から端だと無理なのかな、阻止は。はい、というわけで、ね、向こうはもうゼロゲージですね。はい、まあレクエムなしでね、どこまで頑張れるかっていうところですよね。うん、レクミアになりませんね、残念ながら。はい、はい、6試合目ですね。はい、6試合目もまあノーマルレクイエムが見れましたが、あれはなんだろう、画面端に、まあ特にこのゲームの画面端っていうのはこう楕円形になっているので、まあ、明確な端っていうのはないような感じするんですけど、まあ、端から端まで飛ばされたら確定みたいなもんみたいな感じですかね、今の感じを見ると。ちょっとあんまり覚えてないんですけど、はい、ノーマルさん、普通にディアボを使ってきましたね。ジョルの場をポールナイフ以外は絶対に使いませんということだったんですが、普通にディアボロ使ってきましたね。はい、いやー、ノーマさんどうなんだろう、信用したっていいのかな、あんまり信用できないな。もうここまで、なんかあれだとあんまり信用できない人になってますよ。
はい、7試合目ですかね。はい、7試合目の1本目。誤爆したくたよ。今の誤爆はちょっと痛いな。ちょっと2ゲージ無駄に使っちゃったのが痛いな。さあ野間さんも、まあ、2ゲージを吐いたということで減るな。減りますね、やっぱ永遠の絶頂は。はい、7試合目か、7試合目の2本目ですね。なんかグダってますね、結構。はい、OK。 7試合目ですかね。7試合目取れましたね。はい、ディアボロ、まあいつものように、まあ、勝利じゃなくてキャラクター、ね、こいつは使えませんという発言は、まあ、いつもながら裏切ってきましたね。はい、もう嘘こきだな野村さん。ダメですよ、そんな嘘ばかこいてちゃ男に二言はないってやつですよ。それで8試合目ですね。はい、8試合目の1本目ですかね。はい、おっと、マジか。今のは詐欺飛びっぽくやったんだけど、ちょっと重なってたかな。ちょっとこれは意外かな。はい、というわけで、発生の2本目ですね。はい、ディアボロはね、ちょっと2ゲージがないと正直厳しいので、まあ、野間さんがこれどう頑張ってくるか、ちょっと見ものですね。未来の動き、未来の動
おっと今のタイミングが悪いな。さあ8試合目でようやく野村さん1本ゲットという感じですかね。はい、さあ9試合目は誰になるんでしょう。はい、ディアボロかな、ディアボロのまま続行。はい、ディアボロですね。はい、ここのジャストガードが、ね、結構苦手なんですよ。私が時間を消し去って飛び越えさせた。確実に消えさ光れば。敵は再び気づく。敵は再び気づく。はい、9試合目の1本目かな、9試合目ですね。はい、おっと届かないのか、あれ。あーダメか。うん、普通のセンスでいけたような気がするんだけどな、あれ。アップデートで変わったのか、前いけたような記憶があるんですが。おっと、プッツンを使ってくる。9試合目の、2本目ですね。はい、あ、中断か、そういえば。うざいな。はい、9試合目ですね。はい、取れましたね。はい、結構こっちも気づけば赤ゲージになってましたねなんか、はい、いやー、いつも発言を裏切ってくる野村さん、やっぱりディアボロで、おキャラクターチェンジ、10試合目ラストキャラクターチェンジ、これはさて 何が来るんだろう。さあちょっと楽しみですね、10試合目。おっと、しげちぃ、マジっすか、まさかのしげちぃ。しげちぃはどうだっけな、正直覚えてない使う人も少ないしね。とりあえずなんか挑発コンボとかがかなり豊富だったっていうイメージが
だけはありますね。うん、シゲチーは。はい。じゃあ、ズッシェミ行きましょう。これはどう攻めたらいいんだ。ちょっと忘れたんだけど、その本当にひたすら追いかけるみたいな感じかな。お前は私を本気で怒らせたって感じですね。言える時に言ってないと。私だけが対応できる。時は再び気づかせる。シビチーのハーフミドアタックとかグレートミドアタックも覚えてないんですよ、正直。何が飛んでくるかちょっと分かんない。ちょっと怖いですね。このドドリアメがって感じですね。さあ10試合目取れましたね。はい、10試合目以外にもなんかシゲチが来たっていうのはかなり意外でしたけど、まあそもそもジョルノ、ポルナレフ、バオですね。3キャラしか使いません、絶対にそれしか使いませんという、発言は速攻で裏切ってきましたね。はい、というわけで、ノーマルさんですね。10試合やらせていただきました。久しぶりでしたね。久しぶりでしたね。本当に、オールスターバトルの対戦リクエストマッチ自体もね、かなり久しぶりなんで、やっぱ自分もかなりなまってる。まあ、オールスターバトル自体はね、僕は対戦リクエストマッチの時しかやらないので、ちょっとかなりやっぱりなまってる。まあ、ステコンがね、ちょっとやっぱ、特にディアボロ戦とか、なんかステコンができてたら普通に勝っちゃうのになっていうところが結構ありましたね。そういうところがちょっとやっぱ、目立つかなっていうところがありましたね。で、ノーマルさんは、まあ、ケヨンさんにね、なんか結構、なんかビシバシ鍛えてもらったみたいなことを言ってましたけども、まあ、どうでしょう。なんかかなり、ケヨンさんに鍛えてもらったから、もう、余裕でボコりますぜみたいなことは言ってましたけど、まあ、結果的に、特に結果は変わってない以前から特に結果変わってないですよね。はい、まあ、唯一、まあ、レクイエムが見れたぐらいですかね。まあこっちがちょっと対策っていうのを間違えてたっていうのもあるんですが、まあ、唯一あれが見れたぐらいですかね。ノーマルレクイエムお見せしますぜっていうね。はい、まあそんな感じですかね。まあまだまだ、まあ伸びると思うんで、まあね、PS とか、やっぱり基本、プレイヤースキルが大事なんで、はい。あとはもう、そこから、まあ、そこを鍛えてから、まあ、やっぱりキャラ対策とか、そのプレイヤーのスキルとか、動きとかっていうのを覚えていく必要があるかなと思うんですよね。はい。というわけで、まあ今回はまあ、この辺で終了にしましょうか。はい。次回はまたリベンジしに来てください。